必ず言われるのはバッティングだったよね。でしょうね。広沢さんはどんなあれだったんですか、そのバッティングコーチだった、まあ、監督のやりたい野球がやるのが僕らですけど、岡田さんはどういう野球をやりたかったんですか。バッティング攻撃はどういうふうにしたいとかなかったんですか。それはあんまり言われたことないな。へ、何しろ点数を取れば勝てるチームだったんで、ああ固定メンバーはいたけども固定じゃないところはいろいろ変わってたから。広沢さんは選手にどういうバッティング。俺はまだ44、まあ、5だったんでスキルはそんななかったなと思ってね。へ、ちょっと遠慮したな。あ、そうですか。もう一人バッティングコーチもいたし、岡田さんのバッティングコーチ、あの理論と、もう一人吉武さんとして、あ、春樹さん、うん、西武も来ました。年上の2人とも年上 で俺のバッティングあの理論が勝ち合った時に違った時に、なんかこう譲らざるを得ないわけじゃない。もうそりゃそうですね、うん、まあなんかね雰囲気が、雰囲気がね、雰囲気っていう、もうそうなるわね。吉武さんがバッティング補佐なんだけども、でもチームのヘッドコーチなんだよ。あ、難しい立場ですね、それ。難しいんだよ。俺のだからバッティング部門ではバッティングコーチ補佐なんだけども、全体のバッあのいやコーチングスタッフだとヘッドコーチ格なんだよ。はい、難しいだろ。これってだから吉武さん故障やっつったらノーっては言えないわけだ。それはそうそう、ヘッドですからね。ヘッド補佐だけどヘッドなんだよ。分かんないなそれ。難しいですね。難しい。で、あいつはもう例えば打てない選手がいると、あいつはこれがこうなってから打てないんだよなって、もう違うとこに原因があっても、まずそこを言わない、それはあんまり関係ないんだけどなと思ってると思う。広沢さんの中ではですね、うん、でもそう思っちゃってるっていうことはさ、そうするとさ、俺はあのまだそのスキルだとか経験がなかったんで黙ってるってしかなかったよ、ね、まあそこはね、うん、しかもその年がまあ立場が上っていうのもありますもんね、うん、その補佐って補佐だいたいそうコーチ会議であいつはこうなってるってなると、うん、その練習時間の時にヘッドコーチか監督が行ってこうなってるってガーッと指導してるじゃない、ああ多分打てねえだろうなと思ったらやっぱり打てないんだ。そうだから、ね、監督とかヘッドコーチってのは技術のところに顔出しちゃダメだね。それはありますよね、その戦略ですかね。もう、うん、僕も思うのは監督のやりたい野球をヘッドが補佐する、うん、で監督以上に戦況の目がなきゃダメ、こう展開読める人、うんうん、で我々にこうバッティング例えば代打こうしてもらえないかとか、うん、こう用意しててもらえないかとか、うん、で監督こういうの用意してますよってやってくれる、うん、技術を教えられてもまた面倒くさい話にはなりますよね。なる、3人いちゃうとバッターが、うん、そうそうそう、で的外れなんだもん大体がね、うん、まあ、確か専門職じゃないですもんね。専門職じゃないからね。あの例えばさ、俺あの今あの最近ハマってんのがあの戦国時代のさ、はい、いろんなその武将にハマってんだけどさ、はい、例えば武田信玄なんていう人はさ、風林火山なんて言ったわけじゃん、はい、あれはあの孫子の兵法っていうのを勉強してるのね、はい、孫子っていうのは大体紀元前500年ぐらいの時の孫子の兵法を勉強してるのね、武田信玄、はい、武田信玄が現れるのが1500年代だから、うん、つまり武田信玄は本を読む時には漢文をやる中国語を読めないためだから、それ幼少の時からずっとその戦術や戦略をぐーっと勉強してるわけで、今に例えるとさ、じゃあ戦略や戦術、例えばマネージメント論だったらさ、そのドラッカーだとか、まあ、ちょっと難しいけどマイケル・ポーターだとかって、マネージメント論があるんで、だって監督のこと実はアメリカではマネージャーっていうのが、そうですね、マネージャーなんだよ。マネージャーですもんね。だったらそういう本も、俺は監督やそのヘッドコーチやる人はそのマネジメント論は勉強するべきだと思うんだ、本読んで。なるほど。あの野村さんの亡くなった時に野村さん の, へあの家に行って、野村さんがこう、まあ、寝てらっしゃる、もう刀がここにあってね、うん、野村さんの部屋を見せてもらったんだけど、もう本だらけだよ。もう経済論からいろんな本がダーって飲んで、監督は野村さんはそれを読みながらなんか自分が得たのを僕らに俺らに継承してくれたんですね。そういう意味では今の、12球団あるけども、ちゃんとマネージメント論読んでんのかって。まあマイケル・ポーターは難しいけど、せめてさ、もっと簡単なさものはあのマネージメント論はね、読んでほしい、勉強してほしいなと思うね。なるほど、うん、そうですね、うん、あのこれやっぱり
行き先が分かんなくなっちゃうの困っちゃうですもんね。そうそう。でいろんな豊富な知識があれば、特にヘッドコーチはいろんな知識があればさ、いろんなアドバイスできるじゃん。そうですね、うん、いいからやれよっての昔からダメですもんね。ダメだね。でもね、いまだに残ってるのは、実は高校野球よりも大学野球よりもプロ野球だよな。ああ、そうですね。プロ野球のがあるよな、いいからやれよって。ああ、そうですね。ぐだぐだ言ってね、やれよもんいいから、ああやってみろよって。そうそうそうね、言い方がぐだぐだ言わずにやれってのは平成昭和ぐらいで、いいからやってみなって優しくね、優しく上からで言ってるよな。そうですね、うん、まあそのアメリカがいいと思ってるのは、そういうとこは普通に取り入れていくじゃないですか。そうだよね、うん、だからまあ原監督なんかは我々に任せてくれるとこがたくさんあるんですよ、うん、でだから我々もお伺い立てるっていう、だから あんまりその自由にされてこうユニフォームしか着たことない人は、うん、そこが分かんなくなっちゃってる人も出てきてるの、各球団見てるんですよ。何かっていうと、うん、平気でこう監督を飛び越える発言が、例えばコメント見てても、いや今年の投手陣はこういう風な投手陣にしたい、いやお前ピッチコーチだろ、監督がどうしたいかでしょっていう、だから会話がおかしくなっちゃう時もありますよね、聞いてて。ああ、だからお前もマネジメント論読めばっていう。そうだね、はあ、そうすると、まあせいぜいドラッカーぐらい読んでほしいよ、うん、あの、まあ、原さんの話出たけども、原さんって、原さんと話したことがある、原さんと一緒に野球をやったことがある、原さんと食事したことあるっていう人は、原さんを悪口言う人は星取りもいない。いないんですよね。いない。ただし、ああ関節テレビの画面だとかで、あの原さんを知らない人は原さんをよくあの批判する人が、今割にも批判する人が多いね。そうですね。なんか知ってるからさ、その原さんのあのおおらか、まあおおらかとね、懐の広さ分かるから。でも反対側に、じゃあその原さんと会ったことない人の原さんを批判する人の立場になって考えると、うん、あ、そういうふうにも見えるんだなってなるわ。あ、なるほど。俺らは知ってるから、原さんは知ってるから、あのすごく親分肌だしさ、ね、気前もいいしさ、懐も広いし、そうなんですよね。もうあのやる一番、まあ、トップに立つ人だよね。そうですね。もうそれはよくわかるんだけども、うん、こっち来るとなるほどっていうのがあるね。あ、でしかも9回で勝ってますからね。9度で日本一3回目。そんなになってんのか。そうか、そんなになってんだ。 すごい監督なんですよね、実績も、うん、でもやっぱジャイアンツってチームなのか、うん、なんでしょうね、その B クラス入っただけで大事件が起きたみたいになるのは。ああ、そうだね、うん、そうか、 B クラスだったんだっけ今回。 B クラスです。ああ、なるほど。あの広沢さんの思うそのリーダーシップ取る人の、うん、その武田信玄とかっていう、うん、誰が一番いいですか今だったら。実はあの戦国武将ってもう裏切ったり、そのなんていうの、この小作な策をする、正々堂々と戦うことなんてほとんどないよね。うん、もう誰だったら戦うときにそっち側の誰かの武将をねぐら、あのなんかいろんなこと言って裏切らさせて、そのこれがあのまあ敵側の合戦だとかいろいろあるじゃない。何しろね、いろんな欺こうとして正々堂々っていう戦うことはないんだけども、目言った武田信玄っていう人は。多分一番戦国時代に戦の強かった人だ、ね、はあ、ただね、時代がダメだったね。やっぱり信長が若くて、やっぱり年取ってるから死んじゃうんだよ。信長こう、織田信長ね、はあ、よりも随分年上なんで、はあ、やっぱり早く死んでしまったね、はあ、室町武士が、幕府を開いたのは3つしかないよね、はあ、室町と、あ、鎌倉、室町で江戸しかない、うん、やっぱりね、非情を持ってる人の方がいいね。へえ。鎌倉の、まあ、源頼朝が、はい、あの幕府を最初に作るんだけども、自分の弟を殺すわけじゃん。そうなんですか。義経を。恐ろしいですね。あの平泉の方であのやる、自分で殺すわけじゃないけども殺害を命令して、で真ん中の足利尊氏っていう人がやっぱりいい人すぎちゃって、はあ、これは室町時代は戦国のやる不安定なようなんだ、はあ、で徳川家康は実は非常の人で、あの安定させるためには、そのいい位置でこう安定させるためにはトップっていうのは非常を持ってないとダメだ、うん、なるほどですね。非常をね、あの星野さんが2002年の時に